始まりました。晴れまち TV 岡山スポーツ応援番組晴れスポ。晴れまちガールのレナです。同じく晴れまちガールのカホです。この番組は岡山の未来のヒーロー選手を発掘して、素人目線でその凄さを紹介しようという番組です。はい、前回に引き続いて今回も紹介するのはプロのバスケットボールチームトライフープ岡山です。で、今日のヒーロー選手は日向健二選手です。お願いします。お願いします。こんにちは。こんにちは。背高い。高いですね。ネクストヒーローって紹介したんですけど、ネクストじゃないみたいなことだよね。岡山でのネクストヒーローというか、うん、って言ってももう6年ぐらいいるんですけど。そうなんですか。そんな長いんですね、はい、でも GM って聞いたんですけど、うん、GM ってどういうクラブっていうのが存在していて、あとは現場、まあ、チームと呼ばれる選手であったりコーチであったりトレーナーさんであったりとか、そこをつなぐ橋渡しの役目と。じゃあチームの選手としても活躍してるし、うん、GM としてもしてるってことだよね、うんうん、すごい。偉い人っていうことですか？偉い、僕は偉いと思ってないです。クラブも選手もコーチもみんな含めてチームなんで、うんうん、そこは誰が偉いとかはないんで。ちなみに、はい、あの SFPF、うん、って何ですか？スモールフォワード SF、うん、で、PF がパワーフォワードっていう、うん、まあ、大体バスケットボールは5個ぐらいのポジションに分かれるんですけれども、うん、そのうちの、2つのポジションです。2つって普通2つするの？普通はまあ1つとかじゃないかな。すごい気にされてるんですね、うん、いやいろいろとね。すごい。でそんな選手の平木選手のストロングポイントがあるみたいなんですけど、はい、紹介してもらっていいですか？じゃじゃん。おお、すべて。ちょっと待って、これねスタッフがさっき書いたもん。こんなおこがましいこと僕書かないですから、ね、本当に。俺ら。でもまあ分かるよね、今聞いてると確かにそうなんだろうなって。何を、私の何を知ってるんですか？スモールフォワードもポイントフォワードもできるから、うん。パワーフォワードね。あ、ほら。ほら、やばいやばい。このスモールフォワードって呼ばれるポジションがこう全てに秀でてるというよりかは、こういろんなことを少しずつやらなければいけない、バランスを取らなければいけないっていうことが多い役割なんですよね。さすが GM ですね。何でも屋さん。さっき見たんですけどゴールってすごい高いじゃないですか、うん、はい、ジャンプ力とかもやっぱあるんですか？ジャンプ力、うん、僕はどうですかね、もうそんなに若くないんで、もうなんかこれぐらいしか、ヤクルトぐらいしかと思って。ヤクルト、例えがどんくらいじゃないですか。ちなみにゴールって何センチあるんですか？はい、3メートル5が正規の高さです。3メートル5だって高い。すごい高い。そう、真下に来ると余計に高さが分かるよね、うん、カホちゃんジャンプしてみたら一回。でももしかしたらネットに届くかもしれない、かもしれない。あ、届かない。ギリ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 。あとちょっと。ギリギリギリ。リング相当高いよね。相当高い。ひろき選手、リング触れたりしますか今？触れます。見たい見たい見たい。おじさん膝が痛いんだけど。いるかな。よいしょ。軽々。軽々、うん。よいしょっていう。すごい、うん。ちなみにダンクってどうやってやるんですか？リングが3メートル5の高さなんで、うん、まあ、それプラス。ボールの大きさ分手が出なきゃいけないので、まあ大体3メートル20ぐらいの高さまで飛んで伸びる人はダンクできるんじゃないですか。ジャンプ力がすごい。でもまあジャンプ力だけじゃなくて、僕よりも大きい選手もたくさんプロにはいらっしゃるんで、僕が大体チームで真ん中ぐらいなんで、僕より大きい選手が3人4人っていたりするのは普通なんで。そんな高い選手いるんですか？はい。ちょっとダンク見てみたいんですけど。あ、見たい。じゃあやりましょうか。やったやったやった。貴重体験。はい、じゃあダンクをねちょっと披露してもらおうと思うんですけど。あれ？見ちゃダメ見ちゃダメ見ちゃダメ。あれちょっと低いかな。ちょっとできますよ、できますからね。あの実際のゲームでもできるんですけど、はい、ちょっと今日はアップをしてないので。あ、そうですね、アップを入念にしないとね、うん、気がしちゃうから。はい、なんですいません、今日はちょっとこちらでデモンストレーションということで。ちなみにこの高さって、これはですね、うん、小学生までは日本ではこの高さでみんなプレーしています。私届くかもしれない。本当に？はい、いや、さすがにダンクはできないんですけど、ジャンプしたらリング。あ、じゃあリングは触れるかもしれない、ね、いける？触れるかもしれない。やってみてやってみて。はい、
すごいじゃん。でもダンクするにはやっぱ、もうボール分がいるから、ね、もう1個分いるんだもんね、うん、で本来であればもう1メートル高いんだよ。おお、なるほど。こっちが2メートル5です、ね、あーじゃあ早速に、ね、見せてもらおうかな。見せてもらいたい、ね、よろしくお願いします。はい、はい、じゃあお願いします。おお、揺れてる。すごい、ドーンと、ね、余韻がすごい、生で見た方がね、圧倒される、圧倒的、うん、これをプロの試合に来てもらえると、うん、このさらに1メートル高いリングでダンクをする選手がたくさんいると。これはもう見に行かなきゃだね、うんうん、私アリウープとか知ってもらいたい。よく知ってますね、アリウープ。さすが経験者です。アリウープとは？アリウープとは、まあ、パスを出す選手がパスを空中に出すんです、はい、で、そのまま空中でキャッチしてダンクと。あ、見たことあるかも、漫画とかで。うそうです。すごい。できるんですかそれが？まあ、この高さだったら。お、はい、すごい貴重じゃない体験。すごい貴重。大丈夫？はい、大丈夫です、はい、いきます。おー、すごい入った。迫力すごい。小学生のリングだからね。まだ揺れてる。でも夢叶ったね。うん、夢叶いました。やっぱテレビでしか見れないし、うん、やっぱ生で見ると迫力が違いますね。うん、褒めていただいて光栄です。これはね、行くしかない。はい、見に行きたいですね、うん、ぜひ見に来てください、はい、見に行きたいです。うん、合言葉はハレスポ。